ティグラノセルタは、紀元前77年から紀元前69年までアルメニア王国の首都だった古代都市。名称はこの都市を建設したティグラネス2世に由来し、ティグラネスによって作られたを意味する。その遺跡は発見されていないが、今日のトルコディアルバクルの東方に位置していたとされている。歴史的にアルメニアには同じ名称で呼ばれた都市が4つあり、残りの3つは、 ナヒチェバン、カラバフ、ユティックにあった。ティグラネス二世時代のアルメニア王国紀元前189年には、アルタクシアス一世によってアルタクシアス朝、アルメニア王国が始まり、アルタクシアス一世は王国の首都として紀元前176年にアルタクサタを建設した。ティグラネス一世は即位の見返りに、領土の大部分をパルティアに割上させられるが、 その息子ティグラネス2世は弱体化したパルティアから領土を奪い返し、アルメニア王国は最大半島を迎えた。ティグラネス2世の知世のアルメニア王国は、東側はカスピ海沿岸、北側は黒海、南西側は地中海にまで及んだ。ティグラネス2世の肖像ティグラネス2世は、紀元前83年に、神都ティグラノセルタを建設し、 紀元前77年にアルタクサタから首都を移すと、メソポタミアキリキアカッパドキアなどからギリシア人、ユダヤ人、アラブ人などを移住させた。ローマの歴史家カッシウスデオは建設する都市の人口を補うためにティグラネス2世は多くの住民に移住を強要したと書いている。神道は城壁を備えた大規模な都市であり、貯蔵庫や旧社も 城壁の内側にあったという、城壁の外側には庭園や両場があった。街の市場は世界中から集まった貿易商で溢れ、近郊の重要な商業拠点だけでなく文化拠点にもなっている。ティグラネス2世によって劇場が建設され、ギリシア人俳優などが戯曲を演じた。上層階級はペルシア語とギリシア語を話し、庶民はアルメニア語を話した。 ローマの著述家プルタルコスは、ティグラノセルタについて、あらゆる平民や貴人が色を添えようと努めている、豊かで美しい都市と書いている。アルタクシアス長期のヘレニズム文化は、強い影響力を持ち、実際にギリシア語は裁判所での公用語だった。ティグラネス2世は、アルメニア王国を4つの戦略的地域や州に分割した。ローマ軍を率いて、 ティグラノセルタを奪ったルクルスルキウスリキニウス、ルクルス率いるローマ軍は、紀元前69年のティグラノセルタの戦いで、ティグラネス2世に勝利した。ティグラノセルタの町を略奪した後、多くの住民を彼らが元々住んでいた土地に返した。教会の彫像などが破壊されたり略奪された上で、町は炎上させられた。大量の金や銀が戦利品として、ローマに持ち去られた。 ルクルスは、彫像、ポットカップ、その他の価値ある金属類や宝石などを溶かして金や銀を取り出した。略奪が行われている間に多くの住民は町から田舎に逃げた。新たに建設されたばかりだった劇場も火災で消失している。プルタルコスは、この偉大な都市が壊滅的な破壊から復興することはないだろうと書いている。この戦い後には、首都が再び、 アルタクサタに移された。クナエウス・ポンペイウスのオリエント征服の際、ティグラノセルタはローマ軍によって簡単に脱取されたが、ティグラネス2世がポンペイウスに対して降伏した後に、ローマに対する賠償金として6000タレントを支払ったため、アルメニア王国はティグラネス2世に返還された。ローマ・パルティア戦争の際には、 グナイウス・ドミティウス・コルブロを率いるローマ軍によって再ダッシュされた。オスマン帝国時代、アルメニア人はリアルバクルの都市を大クリナジャードとして言及した。ありがとうございます。